吹いたって言ってたから。皆さん本当にご苦労様でございます。1時半になりました。足立新聞への抗議活動、まもなく開始させていただきます。このいわゆる従軍慰安婦問題、これはまさに朝日新聞が歴史捏造を こちらは国民草の根運動組織頑張れ日本全国行動委員会でございます。本日はこのいわゆる従軍慰安婦問題、戦場売春婦、朝鮮のこういった戦場売春婦をことさらまるで性奴隷と言われるような、後でこれは作られた言葉でありますが、日本の歴史になかった奴隷という言葉まで、そしてまさに歴史捏造の最たるものである吉田政治、最終党に行って私は朝鮮人女性を強制的に駆り立て、そして連行し、そして売春部屋に放り込んで性奴隷のような働きをさせた、こういった吉田政治の言葉をまさに検証もせぬまま喜び勇んで日本中に報道したのがこの朝日新聞であります。そしてその吉田政治すらも畑教授の現地調査、そして最終党の朝鮮人の全てがそんなことはありえない、そんなことはなかった、最終党の人々の 100% の証言によって吉田政治がまさにマッチポンプのような歴史捏造を行っていた、それがあの従軍慰安婦なる問題でございます。私たちはこのいわゆる従軍慰安婦なるものが全く捏造、そしてそれを報道した朝日新聞がこの報道を嘘だと分かって吉田政治との付き合いをそっと隠しながら、付き合いをやめ、吉田政治の報道をやめ、そして今度頼ったのは最初からこの従軍慰安婦の問題に関わっていた中央大学の吉見という半日教授でありました。この吉見もこの吉田政治の強制連行、性奴隷、こういった話を真に受けて、そして朝日新聞がもてはやしてくれるということで、この吉見もまた朝日新聞にたびたび登場し、この嘘報道、歴史捏造を推進したわけであります。しかしこの事実がないことが分かると、なんと吉見は朝鮮人世間が朝鮮人の親を騙して、あるいは暗黙の了解の上自分の娘を売り飛ばした、こういった事実を、これもまた広い意味での強制連行です。なんとこういう形で修正をして、この従軍慰安婦なる歴史捏造を強弁しながら、いまだ反日行動も続けているわけであります。朝日新聞、私たちは今日が最初の朝日新聞解体への、こんな新聞は
日本にあってはならない。こんな新聞は日本の敵である。日本国民の敵である。何よりもジャーナリズムの最初そして最終の一番大事なことは正しい報道をすることであるにもかかわらず、自らの政治的目的のためにまるで中国共産党の人民日報東京版のようなこういった形で歴史捏造、こういったものを戦後一貫して繰り返してきた。朝日新聞はこの従軍や不なる報道について口を拭い知らぬ判定を知らぬ側の判定を決め込み、何ら自分たちの報道を訂正謝罪そして公表しようとしていない。私たちは今日からはっきりと朝日新聞に歴史捏造の訂正と謝罪を要求し、こういう新聞が日本にあってはならないこと、この新聞を解体することこそ日本を取り戻すこと、日本に正義を取り戻すこと、日本に真実を取り戻す、そういった第一歩であることを改めて本日この朝日新聞の本社前のビル、そこにいる朝日新聞の社員諸君に通告するものである。これは最初の第一歩である。第一日目である。我々はこんなことでこの一日だけでやめると思ったら大間違いである。まさに戦後レジュームと言われた敗戦離読者、私たちはこういう連中が今ありとあらゆる日本の政界、財界、官界、マスメディア、教育界、労働界、そういったところに救い、そして GHQ から与えられた敗戦離読を謳歌している。朝日新聞は敗戦から9日目の発行停止を受けたその直後から180度方針を転換し、反日工作の最先頭に立つ謀略工作機関になり合った。そしてアメリカの占領軍の手先であるだけではなく、1970年代にも露骨に見られたように、あの大虐殺が起きた文化大革命を人類の壮大な実験、こう言ってもてはやし、日本や世界の青少年をたぶらかした党の新聞社である。一体この秋元なる宗教の手先、人民日報東京支局の支局長を務めた朝日新聞社の社員、こういった人間の訂正謝罪を朝日新聞はしたことがあったのか。一度たりともない。そして今北朝鮮を見てみれば、地上の天国と日本国民に喧伝し大宣伝をして日本人女性を朝鮮人男性と結婚した日本人女性に、地上の天国だ地上の天国だ大騒ぎし報道をして大量の日本人妻を朝鮮半島に送り込んだ。どこが地上の天国なのか。朝鮮人がどんな国であろうと自分の国に帰ることは当然である。いや帰るべきである。しかし何も知らない日本人の女性を地上の天国だと言って全財産を北朝鮮に持っていかせ、そして永久に帰ることのないそういった状況を作り出した朝日新聞、
性の涙、女性の苦しみを感じたことがあるのか。何がヒューマニズムだ、何が人権だ。